皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の動向でございます。先日、トランプ大統領の広報官を務めています、リズ・ハリントンさんが、ツイッターで、ご自身のツイッターでトランプ大統領のメッセージを貼った上で、もうツイッターには投稿をだんだんしなくなるから、トゥルスに来てね、というような書き込みをされていました。そしてそこには、トランプ大統領の書き込み、 ツイッターを離れて、トゥルースを手に入れてください。という書き込みがございました。その後の動向なんですけども、まず5月20日、リズ・ハリントンさんが、トゥルースソーシャル .com からのメッセージを紹介しています。こちらの内容ですが、このような内容です。なんて素晴らしい週なんでしょう。ご存知のように、昨日、トゥルースソーシャルウェブアプリをリリースしました。これで、 アメリカ国内の誰もがインターネットに接続された任意のデバイス、Android スマートフォン、ラップトップ、デスクトップ、iPad などから Truth Social にアクセスできます。ブラウザで TruthSocial.com にアクセスするだけです。新しいユーザーはそこにサインアップでき、既存のユーザーは iOS アプリにアクセスしなくてもログインできます。 トゥルースソーシャルは iOS 専用ではなくなったことを友達や家族に必ず知らせてくださいというメッセージです。残念ながら日本からはまだダウンロードはできないようでございます。大体いいこの流れと並行しまして、ことふみが当てにしておりましたトランプ大統領からのメールでの声明文が最近降りてこなくなっていますので様子を見る。 様子を見ている状態です。トランプ大統領からのメッセージは降りてきてないんですけども、スタッフや息子さんからのメールは来ています。ラリーへ来てねとか、あの支援してねとか、帽子買ってねとか、そういう内容です。今多分、過渡期にあるんだなぁと、のんきに構えております。もう一つ紹介したいのですが、こちらは、ザ・ダーティ・トロルさんという方の5月21日のツイートをリツイートされています。 その内容は、リアルリーズ・ USA。こちら、リズ・ハリントンさんのトゥルースのアカウントです。NBC が G 州での不大入れを抑制しようとしていると言っています。という内容です。そして、このインタビューに答えているところに、トランプ大統領の書き込みが表示されています。ここに何て書いてあるかと言いますと、このような内容です。 ケンプキャンペーンはフェイクニュース NBC と一緒に私がジョージア州のデイビッド・パディを諦めた偽の物語を出しました。それは完全に誤りです。フェイクです。ブライアン・ケンプが不代での完全性に関して国で最悪の知事だったので私はずっとデイビッドと一緒にいます。という内容です。この状況はどういうことかと言いますと トランプ大統領はデイビッド・パデュー氏を応援しているんですけども NBC が現職のケンプ知事が勝つようにトランプ大統領は対抗馬のデイビッド・パデューはもうだめだって諦めたよというニュースを流しているつまり世論誘導をしてデイビッド・パデュー氏が G 州の知事にならないように NBC がフェイクを流しているということです。 今回お伝えする内容はこのような内容なんですけども、やっぱり一筋縄ではいきませんよね。今年の中間不代入れは不正を正した状態で行うことができるのかどうかというのはとても微妙なのかなと私は思います。トランプ大統領をはじめ共和党の皆さんたちは公正な不代入れをすべく一生懸命戦っていらっしゃいますけれども、 権力を握った側の民主党政権のアコギザが半端ではないので、なかなかどういう状況になるのかというのは、素人の私から見ても、予断は許さないんじゃないのかなと思います。そして、民主党がまた不正で勝利した場合、共和党はその結果を許さないでしょうし、逆に共和党が勝った場合、 民主党側は恐ろしい暴力行為に訴えてくるのではないかなと心配したりもしています。また、新しい情報が入りましたら皆様と共有したいと思います。どうぞチャンネル登録と高評価ボタンもご協力お願いいたします。ありがとうございました。それではまた。